サンリオ SF 文庫は、サンリオが1978年から1987年にかけて刊行していた文庫の SF 総書。1978年7月25日に、アーシュラ・ケールイコールグイン、辺境の惑星、フィリップ・ケーディック、字は、乱れて、ウィリアム・エス・バローズ、ノバ・キューォー、レイ・ブラッドベリ、ー、万華鏡など6冊を発行して、刊行を開始。 1987年8月20日のフィリップ・ケーディック・アルベマスまで全197冊が刊行された。総刊時の編集者は佐藤森彦、古門に山野光一。二代目で週刊時の編集者は西村俊明。週刊時点でも根強い人気があり、先発の草原 SF 文庫、早川文庫 SF にない特色もあったとされるが、商業的には、 苦戦を強いられた。ニューウェーブ作品、女性作家の SF 作品、英米以外の SF 作品、SF 以外の怪奇小説、ファンタジー、ミステリーなどの幅広いジャンルの作品を観光していることも特徴。SF 作品では、1982年に映画、ブレードランナーが公開され、カルト的人気を集めたフィリップ・ケ・リック作品の観光が21冊と最も多く、 特に後期になるにつれ新刊は、ディック作品が中心となった。想定は、すべての文字の書体に、ゴシック体を用いるなど、一定のフォーマットに統一されていた。コート紙のカバーは、表紙の前面にイラストをあしらい、上部中央に、署名や著者などが配されていた。イラストは、加藤直行、角田澄夫、木島春来によるもので、シュールリアリースティックなものが多かった。 カバーの背にはタコ型火星人のマークと番号が付されていた。番号は観光順に作家ごとに割り振られた数字と作家別に観光順に割り振られたアルファベットの組み合わせからなるものであった。発刊当初は先発の草原 SF 文庫、早川文庫 SF との衝突を避け、ほとんど宣伝を行わなかったが、売り上げが伸び出した1980年末に2億円の予算を組み、 本格的な宣伝活動が開始された。1987年に週刊週刊理由は翻訳契約をした作品をすべて出版したことで、今後、サンリオの出版業は子供、ファミリー向けに集約させるとした。本文庫の観光作品は、本文庫の廃刊後は一時期古書としての取引価格が高騰し、1988年時点で作品に、 関係なく、古書としては1500円2000円で取引されていたという。2018年現在までには他社の文庫で審判刊行されたり、単行本として出されたものも多い。なお一部は近年、新薬で文庫刊行されている。一方でマニアックな作品もあるため、未刊行のまま入手が困難となっている文庫も多い。2014年には、 シリーズ前冊を解説したサンリオ SF 文庫総解説が刊行された。同賞は2015年第46回、星雲賞ノンフィクション部門を受賞。サンリオからは一般文庫のサンリオ文庫も刊行されており、当初はサンリオ SF 文庫から刊行されたジャンルの作品であっても、後にはサンリオ文庫から刊行されているものもある。例えば、ジョンコリアの祈談集は、 サンリオ SF 文庫から刊行されたが、続刊の祈談集通はサンリオ文庫に収録されている。ありがとうございます。